さあそれぞれの進行方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。攻撃は翔英、翔英自陣37ヤードからサードダウン7で試合再開となります。さあ翔英再びアイフォーメーション、ツインの体型を取っています。左ツインのフォーメーション、パス成功、ファーサー、クォーターバックにワン、プレーアクションから中央切り込んできたワイドレシーバー17番にパス、これを17番の見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。翔英ブザーズファーサー、鮮やかなプレーアクションパスを投じるクォーターバックには2番の山西、近畿大学出身、そしてそれをその期待に応え見事キャッチしたのは17番の安藤でした。早稲田大学出身です。翔英攻撃権更新しまして自陣46ヤードからファーストダウン10。さあ、アイフォーメーション変わりませんが、今度はプロ体型に変えました。左プロのフォーメーションです。これは翔英、クセ、岡山ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しました翔英。しかし、そのランニングバックに対して岡山すさまじいディフェンスチャージがありまして、このランプレーを約3ヤードから4ヤードのロスに変えています。見事なロスタックルを決めましたのは、フロントにありますおそらくは83番の選手かと思います。失礼しました。番号を後ほど確認したいと思います。失礼いたしました。しかし素晴らしい対応でした。翔英セカンドダウン14。さあここでも岡山ディフェンスがチャージをかけます。クォーターバックプレイアクションからパスを投じようと構えましたが、ターゲットを探す間にディフェンス陣殺到、クォーターバックたまらずスクランブルという形になっています。しかしクォーターバック2番素晴らしいコース取りをしまして、このプレーをゲインに変えています。約4ヤード取り返しましてサードダウンに変えています。この辺りは絶妙の視野と、そして素晴らしいボディブームを披露しています。2番の山西です。近畿大学出身。さあ翔英サードダウン10。ここで一気にいった翔英ファースター。先ほどのプレーの勢いあってか翔英あえてランプレーを展開しました。ランニングバック33番、その相手の裏を突くように密集点を一気に突破、ここはオフェンスラインの素晴らしいブロックも控えています。大きく空いたランニングホール見事に駆け抜け攻撃権更新です。翔英ファースター、素晴らしいランで攻撃権突破を、更新を果たしましたのは33番水口でした。神戸学院大学出身。先ほどのプレー、しかしオフェンスライン陣も素晴らしいブロックを披露していました。さあ翔英相手陣44ヤードからのファーストダウン10。今度はフルバックのダイブプレー、再びタイミングを変え、今度はランニングバック5番が入る直前にコースを変えまして、この判断コースをし約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。ここで非常にクレバーなダウンをしたのは5番の辻井でした。近畿大学出身です。翔英相手陣37ヤードからセカンドダウン4。さあ左にタイトエンドを入れた左プロの体型を取っています。これもいったファースター、今度はタイトエンドサイドへのパワーオフタックルでランニングバック33番、左オフタックル付近突破し攻撃権更新です。翔英ファースター、
非常に力強いオフェンスラインのブロック力を生かしたランプレーによりまして攻撃権更新重ねている翔英です。それに応えているのは33番の南口です。神戸学院大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。先ほど岡山は素晴らしいロスタックルを決めた選手は83番の服部でした。徳島大学出身のルーキーです。関西学生リーグの下部、しかも四国に在籍しております徳島、非常に地理的に厳しい中、しかしアメリカンフットボールに邁進しているチームの OB がこの X2 で活躍しています。さあレフリータイムアウト解けました。試合再開です。翔英相手陣29ヤードからファーストダウン10。アイフォーメーションを上与しています。今度は左プロの体型を取りました。失礼しました。先ほどのプレーを見失っておりました。誠に申し訳ございません。クォーターバック2番プレイアクションから左にロールアウトし、ワイドレシーバーへのパスを投じようとしましたが、そのターゲットを探す間にディフェンス陣が殺到。キュービーサックパスを投じる前にしておりまして、約5ヤードのロスに変えています。さあ翔英下がりましてセカンダウン15の状況。アイフォーメーションは変えますが、今度は右ツインの体型に変えています。ここをランプレーでいった。パスと思わせておいてそこにランプレーを投じました。裏をつくようにラニワーク33番密集点一気に突破しまして10ヤード近いゲインを奪っています。しかし下がりました距離大きいために攻撃権更新には至っておりません。残り距離2ヤードほど残しましてサードダウンに変わっております。しかし大きなランを決めましたのは翔英32番の野田でした。近畿大学出身。またこのランを決める素晴らしいブロックをオフェンスライン陣披露しております。ここでホイッスル。翔英ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは翔英ここを勝負どころと見ましたが、一旦ここで落ち着かせるため作戦タイムを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によりまして実現しております。この企画にご賛同くださりました多くの企業様、個人様の寄付ありまして、この配信は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集を継続しております。この配信にあります説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL 掲載ございます。こちらで内容をご覧いただき、ご賛同叶います方々はぜひこれからもご協力よろしくお願い申し上げます。またこれらの支援がありまして、私は地方の学生のアメリカンフットボールの配信も実施することが可能になっています。多くの方々のアメリカンフットボールをご覧いただく、そして地方にある方々への、その支援という方も兼ねまして、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開、翔英サーダウン2。さあフルバックの大プレー、この一周点のラン果たしてどうかというところですが、ここでイエローフラッグが投じられています。反則が発生しています。さあここで、投じられた反則は果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。
ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前にディフェンスが相手エリアに侵入していたという反則です。いわゆるフライングに値します。この反則により5ヤード抜退、従いまして残り距離2ヤードとなるため、ここで攻撃権は翔英更新となります。翔英ファーストダウン獲得です。ショーへ相手陣16ヤードからのファーストアンテン、パス不成功。ここでクォーターバック2番奥に走り込んだレシーバー26番にパス、26番エンドゾーンギリギリで競り合いましたが、しかしわずかにそのキャッチならず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。翔英今度はタッチダウンパスを狙いました。しかしこれはなんとか岡山が食い止める形になっております。しかし翔英攻撃継続中です。翔英相手陣16ヤードからセカンドダウンテン、ランプレーできました。しかしこれは翔英も食い止めます。中央密集点の突破を図らんとランニング枠にボールを託しましたが、ここは翔英のディフェンス52番筆頭にそのディフェンス陣群がりましてランを阻止しております。サードダウンに変わります。見事なディフェンスの対応をしましたのは岡山スタンディングベアーズ52番のガモーです。専修大学出身のプレイヤーです。翔英サーダウンテン、パス不成功。ここで翔英はパスによるタッチダウンになった。ターゲットは8番、しかしわずかにパス合わず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。翔英最後の攻撃権フォースダウンですが、果たしてどのような戦法を繰り出すでしょうか。フォーメーション組みました。プレーを選択します。この1回で攻撃権更新を狙います。フォースダウンギャンブル、ナイスパスカット、パス不成功。クォーターバック2番、ここでプレーアクションからエンドゾーンにめがけてパスを投じましたが、しかしこれを岡山スタンディングベアーズディフェンス陣見事にパスリフレクトしまして、パス不成功としています。結果的に4回目の攻撃失敗となるので攻守交代、テイクオーバーで攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに変わります。さあ見事に防ぎました岡山、ここから反撃に入ります。ボールオン自陣16ヤードからファーストアンテン、失礼14ヤードからファーストアンテンです。しかしここは、翔英もディフェンス陣が見せます。まずランプレーから岡山は入りました。中央突破を図りましたが、しかしここに翔英43番立ちはだかりまして、このラン阻止しております。見事なタックルをしましたのは翔英43番の三上、チームキャプテンです。近畿大学出身、岡山スタンディングベアーズセカンドダウンテン、パス不成功。クォーターバック13番、ショットガンフォーメーションからパスを投じましたが、レシーバーキャッチできず、パス不成功でサードダウンに変わります。岡山はショットガンフォーメーションからパス
攻撃によって突破を見出さんと現在攻撃を展開する模様です。しかしサードダウン10に状況変わっております。レシーバーを4枚今度は左右に散らしました。 2×2 のフォーメーションです。パス不成功。外に展開していくレシーバーにパスを投じましたがディフェンスのカバー厳しくパス不成功となりフォースダウンに変わっております。パス攻撃は相手の裏を突きそして一気にゲインを図れるプレーですがしかし失敗しますと前進ができません。また時計経過時間も経過できない形になり非常に厳しいモロハの剣となっています。岡山フォースダウン点に状況変わっております。パントフォーメーションを取りました。このパントは翔英のラッシュ厳しく自陣脱することできませんでした。岡山スタンディングベアーズ陣28ヤード付近でボールデッドしこの位置でテイクオーバー攻守変わりまして翔英に攻撃権があります。さあ翔英は相手陣28ヤード付近からの攻撃と変わります。翔英相手陣27ヤードからのファーストダウン10。パス成功。まずは左にクォーターバックドロップバックから左に展開した8番にパスを通しまして約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。確実なパスを通じましたクォーターバック2番は山西それを取りましたワイドレシーバー8番は川端です。翔英相手陣19ヤードからセカンドダウン2。翔英ファースター。ここで翔英中央にフルバックを突入させますライブプレーによって攻撃権更新としています。見事に攻撃権更新果たしまして翔英攻撃権をファーストダウンとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウト解けまして試合再開となります。翔英ファーストダウン点で試合再開です。さあランプレーを行使しましたがここは岡山も踏みとどめました。ランニングバック14番のランプレーを岡山スタンディングベアーズ17番でしょうか立ちはだかりましてこのランを阻止しております。
ここで2ミニッツのウォーニングとなります。今シーズンより、日本国内のアメリカンフットボール、アメリカのカレッジルール NCAA ルールの変更に伴いまして大きな変革があります。従来はプロリーグでしか採用されませんでした。前後半残り2分でのタイムアウト、2ミニッツウォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは得点を奪う競技でありますが、しかし同時に時間をかけた競い合う競技でもあります。この時間をいかに使うかをこれから計算し尽くす、その2ミニッツの攻防をぜひご注目ください。さあ残り2分を切っての2ミッツウォーニング解けました。これより試合再開です。ショーへ相手陣14ヤードからファーストダウンテン、さあ中央へのプレー、ナイスゲインファーストダウン。ここでショーへ一気にこの距離をランプレによる突破を図りました。エンドゾーンにはわずかに届きませんでしたが、ゴール前に迫る見事なランを決めております。さあゴール前1ヤードに迫りまして、ショーへファーストダウンテン、さあフルバックのランプレー、タッチャー、この距離を確実に大プレーでタッチアウトしました。ナニバック5番エンドゾーンにその体を文字通り飛び込ませまして、タッチアウト、6点獲得となっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。しかし見事なタッチダウンでした。長英5番その体を中央飛び込ませましてタッチダウンを獲得する形に至っております。5番辻井の素晴らしいプレーでした。近畿大学出身のプレイヤーです。タイムアウト解けまして試合再開です。ショーへトライフォーポイント、キック決まりまして1点追加、ショーへブザーズ21点、岡山スタンディングベアズ0点とその差広げる形になっております。ショーへ実に着実なランプレー、そしてパスを重ねまして得点を重ねる形に成功しております。ショーへそのスコア21点と伸ばしております。着々と得点重ねる翔英のキックオフで試合再開となります。前半残り時間は1分19秒となっています。さあ岡山はこの時間をいかにして利用するでしょうか。
さあリターンに入りました。今回は奥に蹴る形になりましたが、リターンチームやはりタイミング崩されたか、自陣25ヤード付近からの攻撃という形になります。リターナーは9番の上野でした。龍谷大学出身。岡山スタンディングベアーズ自陣28ヤードからファーストダウン10。ランニングバックハンドオフを託されました。左オープンに展開を図りました。キャリアは9番です。スピードによって相手ディフェンスをまくろうというところでしたが、しかしこれを翔英許しません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。外へ出ましたので、ここで時計は一旦止まっております。先ほども果敢なリターンしました9番上野のランプレーでした。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。クォーターバックのランプレー、ショットガンフォーメーション、パスに見せかけ、そこから QB ドロー、クォーターバック自らが中央突破いたしました。キャリア13番、クォーターバックの総力をかけた前進を見せまして、約3ヤードから5ヤードのゲインとしています。自らその足を見せましたのは、岡山スタンディングベアーズ13番、相生です。大阪市立大学出身。岡山サーダウン5。さあここをランプレーで突破を図りましたが、しかしこれは翔英立ちはだかります。前進なくフォースダウンに変わります。ここで前半の時間がなくなりました。前半戦終了となりまして、翔英ブザーズ21点、岡山スタンディングベアーズ0点、翔英が3つのタッチダウンをリードする形になりまして、前半戦終了となっております。前半戦の状況は翔英が着実に攻守、プレーを決めまして、得点を重ねる形で進展しております。岡山はこれに対する打開点を模索するという格好で前半を終えました。これより双方ハーフタイムの作戦タイムに入ります。ここで前半戦の状況を考えまして、後半の策を講じます。果たして突破口を生み出すのはどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムを配信のインターバルの期間ともさせていただきます。その間音声は一旦オフにさ、マイク切らせていただきますが、その間 X2、X3 のリーグが作成いたしましたアメリカンフットボールおよび X リーグの紹介の動画がございますので、こちらの方をご視聴くださいますようよろしくお願い申し上げます。